8月の3日から5日にかけて札幌では鈴木の祭りが行われました。その初日の3日の日に花魁道中を見に行ってきました。午後の8時に豊川稲荷を出発して鈴木戸のメインストリートを北へ下ってくるんです。花魁というのは吉原遊郭の中の遊女の中でも最も最高位の遊女のことを言います。そして甘露とか振袖新造を引き連れて茶屋まで練り歩く、それが花魁道中です。この花魁道中は1984年の第20回の鈴木の祭りの時に東京の浅草から花魁を呼んできて始まったんだそうです。それ以来ずっと続いています。この鈴木堂の花魁道中と琴井とか一体どこで結びつくのか、前回の御用火事をご覧いただいた方には答えは分かっているかもしれませんが、今回もやっぱり主人公は判官の岩村道俊。御用火事に続いて今日のテーマは御用遊郭です。岩村道俊、男の片鱗という本があります。その中の一節にこんな文章があります。その御蟄席のうち最も果断にして到底尋常の人士があえてせざる手段を取られたることは、またもって男が普通一般の政治家にあらざる一端を知ることに至ると思う、すなわち御用火事と御用遊郭の2つであります、という文章があります。北海道開拓の中心地札幌本部の建設、これが岩村に課せられた重大な使命でした。その使命を達成するには男たちの力がどうしても必要でした。働く男たち、明治4年に2000名の男たちがやってきます。しかし彼らは一生懸命働くものの、すぐ1人2人いなくなってしまうんです。さっぱり落ち着かない。何とかしてつなぎ止めておく必要方法はないかしら。岩村はそれで散々苦労をします。明治24年発行の札幌繁盛記という本にこんな一節があります。ちょっと紹介します。この地開闢の初め、北の都の東男の職人ども多く来ませし角、まだその頃は人家もなく、まいて女もあらざれば、ことさらに冬の夜の肌寒く、一人目の夢冷ややかく、幻に都の身より思い入れ、目にちらつき仕事も手につかず、一人にぐればまた一人、一夜一夜にかまどめっす。つまり女が少なかったから職員たちの開拓系の士気が上がらなかったんです。一人逃げればまた一人という具合にちりぢりになっていってしまったのでありました。2000人もの男たちが引き起こす飲む、打つ、買う札幌の町を無頼の町にしていくのです。実は今村道俊も奥さんが病気で東京に置いてきてました。だから独り身の辛さは彼自身もよく分かっていたんです。そこで彼はとんでもないことを計画するのです。さて、札幌の風俗の乱れの温床は飯付き、酒付き、女付きの旅籠にある。こう睨んだ岩村は
偽装売春宿を一箇所に集める、こういうことを考えつきます。御用遊郭です。その頃の札幌は大通公園から北側のところを官用地と言いました。つまりお役所の場所です。南一条から南側のあたりをお店屋さんや住宅地にしました。で、町屋地と言いました。その町屋地のもっと南側は単なるのっぱらでした。鈴木のいっぱい生えていたところだから鈴木戸という説もあるくらいでした。そこに遊郭を作ったんです。その粋な仕事をしたのがお役人の臼井達之という人でした。南四条から五条の三丁目と四丁目の間に曖昧宿のようなものをたくさん集めてきました。そしてその営業が許された日が明治4年の7月19日でした。その日をもって鈴木戸の開帰日になっているんです。日本全国には至る所に歓楽街があります。有名なところでは東京は新宿、大阪は南とか道頓堀とか、それから横浜だったら伊勢崎町、どこの町もいつから始まったかなんて決まってません。でも鈴木戸だけはこの営業が許された7月19日、これが開帰日となっています。日本全国繁華街の始まりの日が決まったいるところなんて鈴木戸以外にはないんです。鈴木戸が御用遊郭として始まったからこの開帰日があるのです。開拓使が太政官に遊郭の設置を申し出た書類があります。ちょっと面白いので読んでみます。この度北海道開拓使妊婦1万人子ども差し使わし候については遠隔の儀自然妊婦ら検体の意を生じ候も計りがたく候につき儀老を立て置き公然売ため免許つかまつり候です。これが開拓使や太政官へ出した、遊郭設置の書類です。つまり性的処理の円滑化によって性的不満を解消し労働力を確保し、そして鼓舞する、これが開拓使の狙いでした。御用遊郭を建てることによって労働力を確保しようとした岩村はそれに加えてもう一つおまけをつけました。開拓使自ら官営の御用遊郭を作るのです。それが東京楼でした。西洋造りの一大儀楼を建て始めます。なんと開拓使の庁舎を建設するのと同時進行だったそうです。当時のお金で1万円かけたといいますからすごいものでした。しかしさすがに官自ら営業するわけにはいかなくて人を頼んで営業はさせたようではありましたけれど、まさしく御用遊郭そのものでありました。出来上がった東京楼は今の南五条の西三丁目の東側の角にあたります。建坪は193坪、2軒分の土地を使用したといいます。特別大きな儀楼だったようです。この東京楼開業の日に東京から女郎を呼んできました。そして今の三越の向かい側にあった脇本陣から
鈴木殿の東京楼のところまで花魁道中と洒落込んだんです。カムロを先に立てて、女郎を立てて、そして花魁がいなせな男と一緒に歩いていく。これが今の鈴木の祭りの花魁行列になったんです。ご覧のランキングが遊女がつけた客層のランキングです。1に山稼ぎ、2に3にといって、4番目に官員というのがあります。なぜ役人が4番目なのか、何か理由があるらしいけれどよくわかりません。1の山稼ぎから3番の大工までは男たちの懐具合を読み取ったもののようです。山稼ぎというのは造材人夫のことです。山から木を切り出す仕事です。日給は大工と同じで50銭。稼ぎ頭でした。とび職や妊婦は25銭から30銭。これが当時の開拓士の労賃で、下請け組の中には1日2円近く稼ぐ造材の妊婦も珍しくなかったといいます。米1俵が4円から5円の頃ですから、玉代は3円が相場でしたから、懐のあったかい男たちにとってはそれほど高い散財ではなかったようでありました。札幌繁盛記にこんな話が載っています。思いのほかの大当たり、金もどしどし巻きあぐれば、いずれも借金を質に置くというありさまとなり、逃ぐるにも逃げられず、つい落ち着いて尻温め、温まれば住めば都と安堵するでした。こうして御用遊郭を設置したことによって、岩村の労務対策は見事うまくいきました。遊郭の繁盛につれて札幌の人口もどんどん増えていくのです。明治3年にわずか13人だったその定住者は、1年後の4年には624人、5年には916人、たった3年で70倍にもなったのでした。そして遊女はというと、ざっと300人、女たちが1000人の男たちをつなぎ止めたというわけです。こうして南四条と五条、そして西三丁目と四丁目の一角に土の塀を巡らして鈴木の遊郭が出来上がりました。札幌の南四条や二条にあった院場宿をみんなここへ持ってきて、そしてお金を貸して家を建て直しさせて営業をさせました。官が許した官営の遊郭でありました。そして札幌市街から通じる新しい道路も作りました。それが今の札幌駅前通りです。開拓士がこれほど遊郭設置に力を入れたのには訳がある。北海道西部と呼ばれる小樽、高島、小諸、積丹、古平、岩内、寿都、浜松、厚田、石狩などの沿岸に、春はニシン漁、秋は鮭漁の頃になると内地から漁師たちがどっと押しかけ、それを追うようにバイタ小屋が立ち並び活況を見せた。そこで開拓士は明治3年10月、それまでのバイタ、すなわち支所を廃止し追認する形で各軍の本陣や通行屋に対してお抱えの飯盛り女を置くことを奨励し、開拓士のお膝元である札幌にも抱き女を置く女郎屋を設置するよう勧めた。この時期
札幌の町は開拓の仕事が次第に軌道に乗ってきていたのに、労働者たちのほとんどは一儲けしたら内地に引き上げようという人旗組ばかりで、なかなか腰が落ち着かず困り果てた岩村は、労務者をつなぎ止めるために女の髪しかないと遊郭建設に踏み切ったのである。開拓使が労務者対策にいかに躍起になっていたかが分かろうというものだとありました。こうして鈴木戸に遊郭を作ることになって、そこからほど近い東本願寺のあたり、神美一の村のあたりも市街化調整区域になるのです。そして東本願寺のあたりに住んでいた神美一の村の人たちは、強制的にそこを追い払われて琴似に分かれて入るのです。明治4年のことでした。それが8県と12県と24県というふうに分かれて入るのです。これが今の西区8県西区24県の起こりです。12県というところもあったんですが、これは昭和47年に札幌市が政令指定都市になった時に、中央区宮の森の一部に含められて12県という名称は使われなくなってしまいました。しかしこの8県と12県と24県の人たちは、鈴木戸に遊郭を作るために東本願寺のあたりに住んでいた人たちが追い払われて入った数なんです。これは屯田兵がやってくる4年も前の話でした。ではここで、西区に入った集団で入った人たちをちょっと整理してみようかなと思います。西区集団移住の第1号、これはハッサムの在住です。これは幕末の安政4年のことでした。今のハッサム小学校とかハッサム神社のあるあの界隈に入りました。旗本の侍たちが20人のお役所さんを連れてきて開墾に当たったんです。江戸時代の終わりまで続きました。明治8年に屯田兵がやってきた頃にも何人かが残っていて、その人たちに大変お世話になったという話が残っているそうです。これが西区集団移住の第1号です。第2号が鈴木戸から移ってきた8県12県24県の人たち、これが西区集団移住の第2号でした。第3号は明治5年、これは仙台藩白石の片倉家の家臣たちが開いた。この白石の人たちはしばらくは石狩の番屋にいて、そして札幌のどこを開拓しようかな探して回ります。もう雪の積もる冬になってました。その冬に白石を開拓を始めるのです。その人たちと別れて上手出に入った人たち、これが西区集団移住の第3号です。三木勉がその責任者でした。三木勉はすぐ学校を作ります。今の定年東小学校の前身です。その頃にしてはとっても珍しく、そろばんではなくて筆算を教えたんだそうです。筆算を教える学校なんてどこにもなかったそうですよ。そして屯田兵というわけです。琴似といえば屯田兵が開いた、そう一般的には思われているんだけれど、実際には屯田兵の先輩が3組もいたこと。1番目がハッサムの在住の人、2番目が鈴木戸から
移ってきた人、3番目が仙台藩白石片倉家の家臣団たち、そして4番目が屯田兵、そういうわけでした。明治の初めにこの花魁たちが札幌の町に来たことによって労働者をつなぎ止めておくことができた。そして札幌市の人口がどんどん増えていった。岩村道俊がもし今ここに現れたとしたら、もう200万になろうとする札幌市を見たらどんな思いになるでしょう。こんなすごい町になったなるなんてきっと思いもしなかったに違いありません。この花魁と杉の祭りと琴音が全く関係のない話じゃなくてちゃんとつながっていたことをご理解いただけましたでしょうか。